債務整理者なのかな。さあ、じゃあ行ってみよう。もうちょい行ってみる。Let's go。 なんでこれ、なんで大丈夫入って、え、なんか割れた扉が。こんなのだって何年前のやつ。はい、どうもこんにちは。なんかアナウンサーみたいな、こんにちはやめてよ。いや、今日は面白いよ、今日の動画は。面白いんですか。あなた、その債務整理者なのかな。こいつが不動産買ったわけよ。もう金持ってるね。いや、仕事しようですよ。買ってどうするんですか。まあ、今の一室を買って、それをリフォームし してまたの、売り出す、まあ、内装とか全部変えて、うん、お風呂とかもキッチンを全部変えて、うんうん、それをリノベーション時間それをして売り出す、うんうん、売れるんだけど、うん、その買ったやつが、まあ、その債務整理というか、うん、お金がなくなったっていう言い方かな。その、うん、俺も 買わしてもらったもんであれだけど、その仲介業者図定にね、はい、うんうん、でだもんで、まあ、その人のことも誰かっていうのは分からんみたいだけど、うん、そういうものがあって真剣に聞いてそこそこそういうのを買わしてもらったんだけど、言えよ中がぐちゃぐちゃなのね。だけど、そうそう、中もぐちゃぐちゃだし、え、そのぐちゃぐちゃっていうのはぐちゃぐちゃって、まあ、物が全部置きっぱなしとか、あ、その前住んでた方の物が、そうそうそう、でも家賃とかもそういうのも滞納しょって組合費とかあるじゃない、あの、あれにはなってないでしょ。2冊にはなってない。2冊の手前だ。そう、そこまではなってない。2冊ちょっと待って、ちょっと待ってよ。2冊まで行っちゃってるってこと。あの、見つめ合ってるだけで言葉が聞こえないんですか。どうだったっけな。あ、じゃあ入札じゃない。2冊の手前。手前手前。まあ、外から見るとその人が特定されちゃうから、ね。そう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 。ちょっと中から。そうそうそう。ちょっと見てみたいね。まあ、今近くにおるんだよね。そう。うん、ちょっと見に行きましょうか。ちょっと電話かけましょう。俺こういうの大好きや。いや、そう。じゃあこれでビジネスのことじゃないと思うよ。で、またこれが、まあ、最後まで見てくれるならさ、ビジネスってじゃあどうやって利益出してんのとか、そうそうそう。そういう話がさ、現場で聞けたらな。そうだね。それがどんだけ儲かるかっていうのもあるし。そうそうそう。まあ、そういうのも、まあ聞いて、全部俺が丸裸にいたしますよ。久しぶりのカーシーが来たもんね。カーシーちょっと無理かもしれんけどね。うん、さあ、じゃあ行ってみよう。もうちょい行ってみよう。はい。じゃあ入りまーす。お邪魔します。うわー、なんかくっさっ、ね、このまま出てたの。そう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 。あれ、なんかこう忙しい。映していいの。うん、人も忙しいな。すごいね。私も持ってよかったな。ね、うわ、これ見て、すごい、ほんと生活感もすごいね。こういうのもちゃんと絵本やんね、中学生やん、もう。なにこれ。でも、あれやろ、いや、むっちゃエロ本やん。中学生。懐かしいな、こんなんあったね。こんなんだって、何年前のやつ。やばいね。売っとる、こんなん今。わからん。今なんてエロ本の時代じゃないんじゃないの、みんな。エロ本なんかいいんだろう。うん、今、携帯だからね、みんなも。ああ。翔くんも言っとった、それって。めちゃくちゃエロ本ある。翔くんも言っとった、待って。なんか、ぶっこんできた。やば。で、これ見て。クロスめくってあるの。なんで？しかも自分でなんかやろうとしたのかな。だってこれ天井とかもめくってるよ、こっちは。やばいね、それ。これ向こう向こう。なんで？これ、あ、なんで？あ、これやったんじゃない？やった前だよ。多分これ柄とかじゃなくてなんか剥がしたい感じの跡だよね。そう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 。そっち側だよ。これ見て、このゴミ見て、ゴミ。うわ。すごいでしょ。うわ。大丈夫入って。は？なんかガソリンとかあるけど大丈夫かなこの人。もうエロ本さん散々あったやん。これでも多分全部捨てなかったね。でもなんかさっきから電気のさ、カバーは全部ない、ね、カバーがない、ね、入れると思うの持って帰ったんちゃう。あ、次にカバーをエロ本好きすぎん、ほんとに。これトイレだね。普通だね。くっさくっさ。洗濯機置きっぱなしだ。いや、それは持ってきよう、売れると思ったならね、電気とか持ってくる。ああ、綺麗だよ。汚いよ。使えそうじゃない？汚いよ、なんか。使いそうだ。使えそう。歯ブラシとかもでもそのままだもん。家みたいな感じなのかな。でもまあまあ広いし、大きいお家やな。でもこっちもすごいことになってるもん。掃除機とかも置きっぱなし。え、どういうことだし、服も置きっぱなしよ。いい生活だったね、もともと。まあまあ、あれだよ。だって、見てね、見て、なんか飲み物のやつ置いてある。
あ、だから誕生日かなんかの時にしたのかな、うん、ああ何年も前のやつ、そうじゃない、ね、もうちょっとモザイクでよろしいけど、うん、あ、入っとる、うおすごい勇気だよね、これ飲んだら、2012年10年以上前だ、ね、10年前、テレビとかもでも着っぱなしだ、うん、テレビ出るでしょ、欲しい人いそうじゃない、え、なんか割れた扉が、何言ったの、扉、玄関じゃないよ、だって扉ついてるもんね、遠くから持ってきたんじゃないの、あれ、本当に両面があるからじゃない、多分そうだと思うよ、建築屋さんだと思う、でも資材置いてあるじゃん、うん、なんかすごいハンガーの描き方が独特だもん、うん、ね、これが興味だね、この神様のこれはマジだ、それはマジだ、捨てるとどうするの、両面的に余裕、書いてあれば余裕でするけど使うんですか、もう一回使う、リピートさえするか、書いてあれば余裕でするけど余裕で使う、余裕で捨てるらしいですよ神様に感謝して、いかがかかってた、暗かったっていうのはまだ言いたくはないけど安くはないし、うん、結局マンションだもんで、一応 2DK になるか、 2DK、 あ、3DK か、一応 1、2、3DK だもんね、うん、でしかもリフォーム代も重なってくるもんね、そうそう、リフォーム代も結構かかると思う、かかるじゃん、飲みなさいよ、かかると思う、いっぺんそれも勉強のためにあれだけどもんでやってるつもりだけど、日本でどうだろう、これか、まあ、俺らだって結局業者だもんで、ね、安くはできると思うけど、でも最低でも200万を超えてくるもんね、俺全部買えるもんね、いや、もういける、いや、300万からそこらはいくると思うよ、リフォームだけで300万として、そう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 、現状回復みたいな感じ、いや、とにかく、いや、交換しよう、ここ、まあ、ここもちょっとバカンって広げるよ、あ、ちょっとおしゃれにして、今なんかそのデザイン重視して、あ、そういうこともこのまま綺麗にするだけじゃなくてみたいな、そういうことね、こういうとこ今パントリー作ったりとか、リフォームセンスを打ち込んで、そうそうそう、退院して、そうそうそう、リーいくらぐらいで、うーん、1000万台だと思うけど、平均したらこれいくら、まあ、売り値は大体変わらんわね、仕入れはどんだけ安くするかじゃない、それともやっぱ売り値を安くするの、売り値は、あ、そうそうそう、あ、相場安くしない、あの、何かというとリフォームしてそれ価値を上げて、うん、ここはよくこの辺だと1300万ぐらいであるんだけど、買い向けが売っとるんだけど、それにまああと100万ぐらい増やして、あれだけど結局リフォームがかかるもんで、そうしないと合わないとかもあるので、どれぐらい残ればいいなと思う、1割5分からね、1割5分したら1300万だ、150万か200万、まあ、理想はね、本当はもっと言えばもっと残したいんだけど、そうでしょ、手間もかかるし、そうそうそう、管理費も全部今払ってるんでしょ、月がかかるのか、管理が2万円ぐらいで、売れんかったらそんなずっとそれ修理のもん、そうそうそう、でまあ結局これだけじゃなくて週はリフォームやったもんで、うん、他が忙しければこっち別に寝かしとでも別にいいかなって言われるんだけど、まあ実際に言うとダメなんだよね、マジで出てくるもんで、そうですね、うん、できそうで色々考えたら、うん、逆に職人さんが空いてる時にこっちおちょこちょこやれようかな、それもできるもんで、だけどまず解体伝統、そう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 、用もできないでしょ、だからね、もう今実際4ヶ月から5ヶ月ぐらいほったらかしたもんで、うん、もうそろそろほったらかしいよ、看板もあるやめよ、ほんと思い出したら向かい同士の看板俺買いたっけから払ってほんま電気使えへんもん、夜毎回走ってんのあの看板、なんか向かい同士の看板がデカデカと岩地下のね交差点、だって高速から見えるんですよ、もうすぐ1年ぐらい経つんじゃない、もう1年ぐらい経つでしょ、だって宮入りたてぐらいの時だもん、怖いなちょっちゃっちゃっちゃ音が通りかけ聞こえてくるよ、なんか恐ろしいよ、いや怖いんだよ、玄関が全然なんか降りそうでしょ、人で怖すぎてもう出たいもん、後ろだってじゃあもうすぐそうやってビビらせようとしてくるカツオって、でも下手くそだな、うん、あっ、うわ場所は行っていいよ、樹木寺は、まあ、大丈夫だ、樹木寺らへん、愛知県、愛知県のYouTube で募集してる不動産屋から相手だったら相手の仲介手数料取られるわけでしょ、取られる、全部取られる、だったらね、直接来たら仲介手数料、あ、それでもあるよね、そういうのが視聴者が来たらその分安くしてくれる、直接買ってくれるんだ、その分安くできるのですね、うん、逆にぜひ、じゃあね、チャンネル登録していただいて、まあどれぐらいかかるかわからないけど、確かにエンジンがかかるので3ヶ月先ぐらいには完成できているのか、うん、そうですね、
はい、できるかな、できるかな。3月4月ぐらいが本当にいいよね。そうやっぱり引っ越しのシーズン。そう、そこまでには売っちゃわなかったね、逆に言うと。うん、多分間に合う。完成したやつちょっと見くるんで。じゃあぜひお楽しみにですね、まあ、完成も。ちょっとあれですけど、うん、ぜひ皆さんお願いします。チャンネル登録、はい、いいね、よろしくお願いします。はい、あとちょっと宣伝になりますけど、足場の買い取りと、はい、実習生、特定技能や実習生もやってますんで、はい、ぜひ声かけてください。概要欄に貼ってます。はい。あとは飲み会イベントですね。はい、飲み会というよりもイベント、そうゴルフコンペとか。アドレスかな。そうですね。登録してくださいってことだね。そう、もしかしたらスペシャルゲストが来るかもとか。おう、ね、なんかこの隣の西村忠さんとか。呼んでもね。飲み会は行ってやりたいよね。ああ、そうだね。ゴルフコンペも出るよね。そうそうそう、そういうのとか、うん、名刺交換会とかも全部そっちの案内にするんで、うん、私たちのインスタもしくはメールで報告はさせていただきますよと。ああ、ね、うん、ぜひ、そちらの方の登録も、はい、もし100人集まったらちょっと考えようかなと思って。そうですね。でメンバー見てこういうのがどうですかって案内で出していこうかなと思いますので、ぜひ登録よろしくお願いします。はい、お願いします。せーの、また見てね。なんか暗闇のライトでなんかちょっと怖いよね。怖い。